大先生、ちょっと頭を殴ったら思い出すんちゃう、殴って。あ、ほんまや。あの、ゴム殴るんやったら、ついでにこの小槌殴ったって。小槌殴ってや。あ、小槌殴るわ。うん。どうなるんやろ。え、頭殴ったんやろ。そう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 。大先生、すまんな、ちょっと頭殴んで。おいや。うっせい。あ、やっぱ、ゾムさん人間の心があるから何ぶ言うても手加減してくれるな。とはいえ、頭そこそこ痛いです。HP マイナス1。裁判の証拠集め中や。あ、ちなみに今のもログは取ったから、証拠を提出の時は打つ先生連絡してくん。ありがとう。え、これ何ともなってへんの俺。いや、とりあえず思い出したんかって聞いて。うん、そや。思い出したんこれ。え、思い出すわけないでしょ、そんなの。え、そうだよ。やっぱ知識振ったら、ね、思い出すかもしれんかな。出ちゃう。神たような気がするなぁ。神たような、頑張って思い出して。お、2成功や。お、お、いや、待てよ、なんか思い出したぞ。おい、うつは自分の懐から、猿でもわかるついなの木を取り出しました。お前らも持ってんねん、お前。何で持ってんねん、お前。何で持ってんねん、お前。何で持ってんねん、お前。わかったぞ。お前、さては鬼に操られてパクったな。そういうことか。そうか、真相を闇の中にしようとしたやな。ちょっと何するかわかんないです。とりあえず、おい、これ読んでやろうぜ。やろうや、うん。読んで。で、何すればいいんや。とりあえず本開こうか。一同は資料をもとに、まず小槌を置き、その周囲にナスリカを配置した。ナスリカ。そして、さらにも分かるついなの字を読みながら、チーノがついなの呪文を唱えると、ロボロの体が少しずつ元のサイズに戻っていき、人形の服を切り裂き、全裸になりつつ元の大きさに近づいていく。ですよね。ですよね。バリ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 。うわ、でけえ、色がでけえ。お前これ、お前ついにお前ロボロ一族に恥じない例のものが出がらってんやんけ、お前。いや、おかげで助かったわ。お前、かげでええ声だって。お前、コンビニあるでかいサラミみたいなのついとるよ。えぐいの、これ。すごいな。うわ、解除によって七尺に戻ると、猿にも分かるついなの儀に記されておりました。よかったよ。うん、おっきいね。どうするお前。しかし、七尺、つまり2メーター10センチに戻るはずのロボの成長は、なぜか150センチあたりで止まってしまった。リアルな数値。シーノボさん、さっき7尺言いましたけど、なんか足りませんよね、これ。うん、足りませんよ。これどうやら身長を戻すはずだった怪獣パワーの一部が何に溜まってしまったようです。まあ何が一族の神社ボケ、お前こうその場所ってからに、お前お前どろつけないんけ。いや、チンチンで粉飾すんな、お前。いや、でも確かに昔よりデカなってるわ、これ。そういうことやったんか。そういうことか。カラクリが分かったわ。うん、お前サイヤ人みたいに腰巻きや、お前それ。じゃあ、これしまう。はい、後ろ向いてそこ立ってくれんか。おい、待て、おい、待て、待て、お前それはやばいって。じゃあ、お前動画が YouTube じゃなくて X アダルトになった。お前、アダルトやろ、お前。俺、お前もう壊れるやん、これ。 GM、何を持ってあの振りかぶってあのコネシマトークを突き倒します。すいません、僕器用で対抗していいですか。てか、お前、てかロボロ、お前イラストにできへんやろ、もう何を持ってやら、何してくれてんか。まあ、元の身長にこそ戻れなかったが、鬼を払い呪いから解放されたロボロは無事に以前の生活を送れるようになったのであった。めでたしめでたし。ロボロよかったな。ロボロ解決したんや。勝手に来てや。ほらやんまな。いや、今度あのラジオ呼んだるわ。うん、てか、てか、いや、お前ナスリカをラジオで宣伝してくれよ。全然ええぞ。ごめん、俺も忍者学校ちょっと宣伝してよ。俺もコラボさせてや。お前は無理や。お前は悪そうしかしてへんやろ、お前。何言ってんねん、お前。助けてやったやろ、お前。お前、火で燃やそうとしたり、切り箱に閉じ込めようとしてる。そんなことしてへんやろ、お前。脳内で21センチになったロボロ想像した時に、お前の虐待の図しか出なかったよ、ね、本当。お前はだって、しょっぱながら本性隠しきれてなかったよ。いや、ほんまにあの、これどうやって、どうやって虐待するかって考えて。遊ってたよね、うまく。お前、アリを踏み潰すような真似しやがって、お前。いや、これが無意味な暴力や。ナスリカマン、ちょっとイラストでめっちゃ見たいわ、早く。ナスリカがどうなるかやな、てか、ナスリカがちょっと、
これ外つくんかな、ナスとパプリカの融合体やろ。融合体やろ、もうそれだけでもおもろいし、あのそれをあの服のように着て、あのナスリカマンって言ってるロボロがだいぶおもろいねんけど俺もイメージは今年のセンターの絵なんやけど。あー近い。いや、あれを超えていただきたい。羽生やせばもうバッサーン。まさか単純に嫌がらせでナスリカ食わしてたけど、ちゃんと効果あってんだ、食ったあってんだ。あもう俺こういうもうちょっと役のあるキャラ嫌や、もうあもう最初から分かってたんよ。最初から分かっとって、あの二人きりにして、あの奴隷にすることができ、できてんよ僕。あーたばこが、いやだからタバコの下りがそれやろ。でなんか 俺にも個別で話したい言うから、なんか食べちゃうかな思って、そうそうそう、ちょっと俺は行くの拒否してタバコはうまかったけどな。タバコはうまかった、俺行かんでよかったわマジで。うん、いや2人きりやったからシンバ逆に良かった、うん、あーそっかそっかレミさん買い物の時に1回やって失敗してんの。え失敗した、失敗したあれ、うん、失敗したんや。あいや買い物の時にはやられてたから、あのもう多分飯の時にはもう行ってたんやろうな思ったけど、ちゃうかってんの。飯の時全然あかんかったあれ、なんとかロボロになすりつけてなんかバッドエンド行こうと思ったけど、これ難しいわ。